目指すところは、まあ、できれば奪還というところです。今年も山形市に敗れ、全国2位に甘んじた新潟市のラーメン消費額。3年ぶりの返り咲きに向け、新潟のラーメンの魅力をプロモーションする予算として2000万円が計上されました。子育て・教育では産婦健診に4700万円、中学校の全員給食化に1億3000万円が盛り込まれています。新潟市の新年度予算案は今月21日に始まる新潟市議会で審議されます。